ね、勝手にぐる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 回すと、はい、地球一周のようにアボカド一周します。スプーンでもいいんでね、こう向きながら混ぜます。こればっかり食べてたんで良くないなと思った。 Tips and guacamole、 何を作るかというとこちらを作ります。はい、ワカモレ。今日ね、火使わない料理なんですよ。久しぶりかな。はい、ワカモレなんですけれども、材料こちらです。はい、アボカド、これ3個って書いてますけど、今日僕4個買ってきました。近所のスーパーで一人様なぜか2個なんですよ。ですから真面目に2日にわたって4個揃えちゃいました。でそれとトマト、これミニトマトでも構わないです。そして玉ねぎ、これこんな大きいですけどね、こんなにいらないです、半分で。で前回も僕作って余ったんですよ。これだから炒め物にしてもいいし、サラダに入れてもいいし、一番今日手間なのはこの、みじん切りにするっていうところですかね。はい、でトルティーヤチップス、これまあ皆さんお好みなんでもいいんですけど、僕近所の結構洋物が売っているお店でこれ買ってきました。はい、であとパンとかね、何でもおすすめなものを見つけてください。最初水にさらす玉ねぎのみじん切りとこのトマト、これのみじん切りをちょっとやりましょうか。まずじゃあ玉ねぎのみじん切りからいきましょうか。こんないらないですよ、これの4分の1もいらないかもしれないですけれどもね。はい、じゃあみじん切り、これ皮むいていただいて根っこのところから狙ってまず半分切ってもらう。でこの皮のところはちょっと茶色いのちょっとむいておきましょう。でこの後ろ、お尻のところ残したまま、はい、この茶色いところはちょっと切ってもらって、剥いてもいいし切ってもいいし、繊維に沿ってまず切れ目を入れるんですけど、この根っこのところだけ切り落とさずに串のようにこう切り目を入れてください。もしここの薄さが薄すぎれば薄いほど、みじん切りの度合いも進みます。で今度は横にからスルスルスル、これちょっと大きいので3段ぐらい切れましたけれども、ちっちゃかったら1個でも2個でも。であと上から下にザクザクと、これで粗みじん切りですね。これをさらにザク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 と、もうこのまま水にさらして、玉ねぎは生で食べるので、ここはねちょっとちっちゃく切っといた方が、ね、食べやすいですね。サク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 、このままでもいいかな。はい、これぐらいで、じゃあこれをこのまま水にさらしたいので、ちょっとザルに移します。ちなみにこのミニザルは100円ショップで買ってきました、ね、100円ショップは定期的にパトロールした方がいいですよね。あ、こんな新商品あるんだみたいな、はい、ミニザルってちっちゃい猿じゃないですよ。はい、でここに、はい、でお水にさらして置いておくとちょっと辛みが、ね、飛んで食べやすくなるので、まずはこのセットをお願いします。はい、じゃあ次トマトの方も切りましょう。これ今ね、夏場のトマトって完熟トマトじゃないんですよね。夏場暑いので青いうちに収穫をして、で27度以上になると勝手に赤くなるんですよ。だから本当はね、あの夏以外の時に、涼しい時にハウス栽培なんかで育ったトマトの方が本来のね、完熟の美味しいトマトで、だからね、完熟してないからと逆に種が少ないですよね。だからそういう意味ではまあね、ワカモレ向きかもしれないですけど、皮ね、湯むきとかしてたらまた大変なので、もうこのままザクザク切っていきます。で串型にしてもらって、はい、薄く切ってもらっていいですよ。これこのままね、そのままザクみじん切りにしますから、こんな感じでね。でいつもの恒例の味見、おいしい、でザクザクザクとこれ切っていってください。ザクザクザクと、でこの後ちょっとザクザクザクと、はい、こんな風にみじん切りにしていただいて、でこのままボウルに入れて、で後ですくって、でこれをこのまま一回します。はい、これぐらいトマト、この汁は入れなくて、あとでスプーンですくってね、入れたりしますけれども。はい、じゃあいきますよ。アボカド、皆さんアボカドはこれまずこう卵型になってますよね。
でこの種上についてです、これいらないんでこれ指でほじれますから、ちょっと先取っておきましょうか。ちょっとこれ包丁そのまま使うので手切らないようにしてくださいね。真ん中に絶対に包丁で切っても貫通しないぐらい硬い種があるので、勇気を振り絞ってこれをそのままちょうど真ん中、せーのでドスッとこう切り目を入れます。キューッとするとここで止まります。ほら止まった、ね、これ止まったらこのまま、はい、ぐる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 ーっと、ほら、ね、勝手にぐる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 回すと、はい、地球一周のようにアボカド一周します。すると、はい、一周したらパッと離す。でどうするかというと、これを右と左違う方向にひねります。クイッ、ほらこの感じ、これね、クイッでやるとパカッタラリラッタラーと、ほらもう取れてしまいました。でこの種はこの包丁の後ろのところ、これでカンと刺してやるとほらピュッて取れます。すごいでしょ。ちなみにこのアボカドの種ってすごいらしくて、これこの種を離すとこのアボカド空気に触れてどんどん酸化して茶色くなるんですよ。で茶色くなるんですけど、この種をここにくっつけておくと茶色くならないんですらしいですよ。騙されてんのかなというふうに言われてるので、でこれ水栽培したら芽出てきますよ。アボカドが育つぐらいまでできるかわからないですけど、はい、で切れました。切れたらあとどうするかというと、これを半分さらにこう切ってもらって、ね、こうなんかピーターみたいな、そしたらこのまま剥いていくと、ほら皮が取れますよね。皮がこう剥けるので、こうふらふら剥いていって、このまま皮をきれいに剥いて、はい1個で、この皮のところにちょっと果肉が残ってるなーっていう、取りたいなーっていう場合はもうこれこのスプーンでこう取って入れてあげてもいいですし、これはまあもうお好みでというふうにしながら、皆さんのお餅のスプーンでこう、スプーンでこう、お餅のアボカドを全剥きしてください。じゃあ今の僕今日あと3つあるのでね、3つやります。切ります。はい、でこれをスプーンでもいいんでね、こうこう剥きながら、スーッツッツッと剥きながら、でスーッポイッという風に全部剥いていきます。はい、残りもこれちょっと買った時の日にちが違うので、アボカドの中の硬さとかね、色が違うかもしれませんけど、ちなみに、あ、新鮮なやつの方がいいなと思って、色の緑のやつとかを買うじゃないですか。すると硬くてまだ熟してないんですよ。だからアボカドはこの色は黒い方が食べ頃です。すぐに食べないんだったら緑のやつでもいいですけれども、最近はね、いつ食べ頃ですみたいにね書いてあります。だからそれにの目安に合わせてやってもらうといいと思います。レモン絞っときましょうか。はい、レモン絞ってマッシュするという、はい、このマッシャー、ポテトサラダなんかに使う時のマッシャーで、これ今カットしてますけど、レモン1個分ぐらい、あ、今日僕4個入れるからもうちょっと入れた方がいいかもしれないですけど、レモンは絞れば絞るほど美味しいかもしれない。はい、レモンちょっと絞ります。もう本当にね、味付けレモンと塩だけなんで、ね、思った以上に一瞬でなくなります。トルティーヤとかね、またあの生地に挟んで乗せても美味しいし、皆さんのお好きな食べ方してください。はい、ではレモンを絞りましたので、これを潰します。マッシャーで、これが一番楽ちんだと思います。フォークとかスプーンとかあるんですけど、ちょっとやっぱりね、専門の機械の方がやりやすいです。いきます。ブシュッブシュッ、ほら、でこの時にもうなんか絹のようにサラサラにまでしなくても、ね、こうちょっと粗い感じ、ちょっと粒が残るような感じがお好きな方は途中で止めていただいて、はい、もうこれはもうお好みで、もう普通に別に火通さなくても食べられますから、これぐらいにしとこうかな。はい、まあ後でいくらでもちょっと潰すことができるので、ね、はい、アボカド4つでもこれぐらいなんですよ。だから今日皆さん美味しくて、皆さん喧嘩ならない。じゃあ先ほどのトマトと
玉ねぎの登場です。でこの玉ねぎは、はい、水切っておきましょう、はい、水に切っておきながら、さらにこれまだ水分残ってると思うので、しっかりちょっとぎゅうぎゅう押してね、いらない汁は捨てます。でこうぎゅーっと絞って、で今一握りパッ、この辺はもうちょっとお好みでぎゅーっとして、できるだけ水分もいらないので絞ってパッ、これ今2分の1個ですけどね、今2絞りぐらい、これぐらいでいいです、ね、で余ったやつは皆さんサラダにするとか、まあ、お味噌汁に入れるとかご自由にしてください。で食べてもっと玉ねぎ入れたいっていうんだったら入れてもらってもいいと思います。で次トマトの方、ちょっとトマト水切ります。でこれも中に入れるんですけれども、ちょっと量こんなにいらないんだったら全部入れなくてもいいです。スプーン1杯スプーン2杯ぐらい入れて、でこれを混ぜます。はい、ね、でこの混ぜた時のこの色合いの具合で、あ、なんかアボカドよりトマトが多いなとか、いろいろと好みがあるじゃないですか。なのでうまく調整ください。僕はもう今日トマトこれだけ残っててもあれかな、ね、使い道があれなんで、もうトマト丸々1個入れてみます。ですから今日はちょっとトマト感が強いかもしれない、はい、でもね今日アボカドが4つも入ってるんで、で玉ねぎもうちょっと入れてみます。玉ねぎも全部入れてしまおうかな、もったいない。ちょっと味見してないですけれども、今日は多めに入れてみました。ちょっと玉ねぎ多いかもしれないんだけど、まあいいや。ここからです。お塩を入れながら今から味見して味を整えてください。でまず塩2分の1ぐらいはいきなり入れても大丈夫なんじゃないかな。塩2分の1ぐらいは大丈夫だと思います。ちょっとしょっぱすぎるかな、もっと多分ね小さじ1ぐらいでも大丈夫かな。でじゃあちょっと味見をしてみます。いただきます。あ、塩小さじ2分の1はギリギリですね。これ以上入れると辛い、うん、2分の1も逆にいらなかったぐらい。そんな時にはレモンを絞りましょう。あともうちょっと玉ねぎ入れようかな、まだあるから。うん、本当にね今塩大丈夫かなと思って2分の1っぽく入れましたけど、入れない方がいいですね。塩はやっぱりパラ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 ーとちょっとずつやって味見していってで調整した方が、もう一回で味見でなくなるかもしれません。うん、おいしい。これねレモンはいっぱい絞った方がおいしい、うん、丸々1個分ぐらいは絞ったらいいと思いますよ。もっと絞ります。じゅー、はい、さで混ぜていいんじゃないですか。じゃあちょっともう一回味見しましょうか。いただきます。うん、お塩ね本当は今僕2分の1に入れましたけど、こういうサラサラのお塩でパラ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 味見、パラ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 味見、パラパラっていう風にした方がいいです。うん、本当に思った以上に。でちょっとしょっぱすぎる、入れすぎたかなと思ったらレモン追加するとグッと収まります。本当に。あとはあれですね、あのトマトと玉ねぎ、はい、これを加えることで大丈夫になると思いますよ。こんな感じで、うん、あ、あと塩入れすぎたなと思う人、焦らずにゆっくりゆっくり全体を混ぜてあげてください。すると塩のバランスが全体にいって、どんどん最初にあしょっぱいかなと思った塩味加減がなくなっていきますから、焦らずに。ということであっという間にできましたので盛り付けましょうか。なんかね写真でこう本場ではやってるのかわからないですけど、こう乗せてるじゃないですか。そしたらこの、あの真ん中にこのなんかアボカドの種を置いてる写真があったんですよね。ひょっとしたらこれをしとくことで酸化しないのかなとか思ったんですけど、お気に入りのチップスチップス美味しくてね、ちょっとこればっかり食べてたんで良くないなと思ったんです。ではちょっとチップスつけて食べてみましょうかね。ほら
ップス、トルティーヤチップス&ワカモレ。こんな発音でいいのかわからないですけど、いただきます。うん、このチップスこれ美味しい、美味しい。これ今の季節はビールですかね、ビールか。うまい、美味しくできました。ということで今日はあっという間でしたね。はい、今日の振り返りです。ワカモレ、はい、アボカド剥いてマッシュして、そしてレモンを絞ってください。そして玉ねぎみじん切りにして水にさらします。でしっかり絞ります。でトマトもざく切りして水を切ってね、はい、果肉だけを入れます。でアボカドマッシュをして、そこに玉ねぎとトマトを加えて和えます。でレモンを絞って塩、塩はパラパラパラっと加えながら、ちゃんと味を調整しながらやった方が失敗しないのでね、パラパラっとかけて味見しながら塩加減調整してください。もししょっぱいなと思ったらレモンをいっぱい絞る、それとトマトね、もうちょっと追加するとかでうまく調整してくださいね。はい、トルティーヤチップスバゲットに乗せて美味しく食べてください。はい、ということで皆さんいかがでしたでしょうか。見事に、はい、ワカモレ作れましたよ。はいね、ということで皆さんと一緒に作っております友食キッチン、また次回お会いしましょう。それでは良い土曜日、日曜日を週末お過ごしください。